グッチさんですで、グッチさんチャンネル。どうも、グッチさんです、最近、災害用品ですね、まあ、見直すっていうきっかけが ありまして、まあ、いろいろ、まあ、家の中だったりとか、あとはまあ僕は車でね、長期でいろんなところをぐる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 回ったりすることが多いので、車でも使える災害用品グッズとか、まあ、いろいろ改めて、まあ、見直したりとかして、いるんですけども、まあ、私が、まあ、長年愛用している車でも使える災害用品グッズですね、今回ご紹介するんですけども、これなんですよ。これも10年近く使ってますね、僕。これあのソケットで使うんですけど、これ、まあ、見たら分かると思います。これはね、電気ケトルですね。あのソケットで使える電気ケトルです。これはセイマのボトル電気ケトルってやつなんですけども、お湯がね、これ確かね、85度、そうですね、85度か書いてありますね、ここね。こうやってね、ちょっとピント合うかな、こうやってね、書いてあるんですよ、ここに。で85度だから、まあ、90度以降にはならないんですけど、まあでも火傷しない程度のお湯ですよねっていうことで、まあ、結構ねこれはね便利です。僕はまあ冬の時期とかになると雪国によく足を運んだりするんですけど、やっぱり山奥の無料の駐車場とかに いたりすると、まあ、やっぱりほら近くにコンビニがないとかあるじゃないですか。まあそういう売店もないとか、そういう時にやっぱりなんか少しお腹空いた時にやっぱりあったかいもの食べたいんですよ。例えばラーメンでもそうですけども、なんかスープとかね、そういった汁物だったりとか、あとはまああったかいお茶とかコーヒーとか作りたい時、まあ、自販機すらないような時もたまにあるんですよね。まあ、最近はもうないですよね。もう大体どこにも自販機あるし、まあ全然平気大丈夫なんですけど、でもやっぱりね今でもね月に1回使うかどうかで使ったりしますね。これ結構ね便利で、まあ、メリットとしては、まあ、僕はキャンプやるんで、例えばあのちっちゃいガスバーナーとか持ってるんですけど、やっぱり火を使うって、それなりにちょっと大変なんですよ。やっぱり火を使うってことは火災だったり一酸化炭素中毒とかいろんな危険性があるんですけど、火を使わずに安全にあの電気だけでお湯沸かせるってやっぱりこれ素晴らしいなと思って、やっぱり安全に越したことはないじゃないです か。これね結構僕はいいなと思いました。で、メリットとして他に、例えば何か災害だったりとか、まあ、例えば雪で想定されるのが立ち往生発生した時に、まあ普段キャンプだったらあのキャンプグッズ持ってね、キャンプ道具持って、行き帰りの間だったらまだいいけど、それ持ってない状態で、何か災害に遭遇した時っていうのは結局何かお湯が欲しい時とか困っちゃうんですよね。だからこれを車に常備してることによってすぐに使えると。あとはまあ水さえ手に入れば大丈夫なんで、まあ、水はいつもね、少量常備しているので、まあ、もしもの時は全然大丈夫なんですけど、まあ、あと最悪雪が あれば雪入れれば別に、ね、使えないことないので、まあね、これ結構ねいいんです。まあ、あとデメリットじゃあ何があるかっていうと、そうだな、お湯沸かすのね結構時間かかっちゃうかな。ちょっと後でね、どれだけお湯時間かかるかを、まあ、改めて計測するんですけども、まあ、普通例えばガスバーナーとかそういうのでねやったら大体 2,3 分ぐらいですよ。もうコップ一杯のお湯なんて、これだと多分10分以上かかるんじゃないかな、なんかそんな気がする。だけど、まあ仕方ないですよね。まあでもセイバのあの電気ケトルって確か新しいのもう一個出たらしいんで、多分性能は若干上がってるんじゃないかな。知らんけどまあ、あとデメリットとして言うと、安全に停車してる時で使ってほしいっていうところですよ。なんか走行中運転しながら走行しながらのお湯沸かすのは一応メーカーとしてはあの推進してないです。あのやめてほしいって確か書いてあったんで、
推進はできるんです。やっぱね、何かあった時に、やけどに発展するのでね、安全な場所で停車したところでじゃないと、おすすめはしないよっていうふうにはね、一応説明書には書いてありました。まあ書いてあるわ、走行中の使用は絶対しないでくださいって、書いてあります。でこれはね、電気ケトルなのでお湯の温度が規定に達すると自動でね、オフになってくるんですよ。これがね、また便利なんですよね。でね、まあちょっと大きいけど、でもそんなに困らないですね。置き場所としては。ちょっとしたボックスに入れれば、もう全然平気。そうです。新しいの出たのはね、なんか、知っていたんですけど、新しいタイプの、セイバの電気ケトルは、なんかここが収縮するやつですね。これ便利ですね。それ便利ですね。なんかなんだっけ、シリコンみたいな素材でね、ここが収縮するやつ。あ、便利ですね、それ。場所取らなくて済むし。まあ、そんな感じですね。まあ、お湯沸かしてみましょうか。これね、中。これね、メモリがあるんですよ。これ便利ですよね。これで、どれぐらい入れればいいか分かるんでね。まあ、お湯、そうだな、コップ1杯分だから、200ml にしとこうか。350とかそれぐらいが缶ジュース1本分ぐらいみたいですね。200入れます。まあとりあえず200でやったらね、粒に使うかな、これ2ヶ月分に使うかも。嘘だわ、去年の11月末に使ったな。朝ちょっとスープをね作りたいと思ってはい、そしたらでね、これ気をつけてほしいところが、 AC 電源だけでやってはダメです。エンジンを必ずかけた状態で、なんて言ったらいいの、ファンベルとか回ってる状態って言ったらいいんですかね、でないとこれ結構電気食うので、僕一回ね、AC 電源だけでやってみたらどうなるんだろうと思ったら、本当にバッテリー上がりましたマジで本当にバッテリー上がった。バッテリーが弱いとかじゃなくて普通にバッテリー上がりましたからね。だから必ずエンジンをかけてる状態だね。だこれもね、少しデメリットに感じる人もいるかもしれないです。やっぱガソリン代食うんで。でもやっぱり非常時っていうのは、やっぱそれでお湯沸かせるっていうのはやっぱり有能じゃないですか。エンジンかけてるだけだから、暖取りながらエンジン回して、でかつお湯回すとか、そういう時だったら、まあ、最小限に抑えるんですよね。でソケットを挿して、ソケットを挿すと必ずランプが点灯するんですよね。ここね、今点灯しました。でここ今緑色になってるんですけど、これは通電してますよってことです。でボタンがあるんですよ、ここに。で押すと赤く光るんですよ。で、ちょっと待ってね。今のうちに分数を測ろうか。はい、そしたら押しますよ。はい、赤く光りました。これは今お湯を沸かします。スタート。長年使ってますけど、やっぱりそうね、お湯沸くのが遅いのはもう仕方ないんですよ、こればっかりは。まあ車の限られた電力で沸かしているので、まあ仕方ないですよね。でもね、やっぱこれあるとね、非常に安心感は増しますね。あとはそうだね、カップ麺だったりとか、例えば UCC のああいうコーヒーの、カップが一緒にやってるやつとかさえ持ってればもう何とでもなりますし、なんかそういうのを、ね、持参してよく雪山に行ったりとかしているので、本当にね、休憩というか、まあ、例えば車中泊するときとかに、もう何もないところだから、もうコンビニで事前に買っといて、あとはまあ車内で、お湯沸かすかぐらいのときとかね、よう使ってましたね。車の中で、そうだ、去年のね、2月頃は、まあ、東北方面に行って、車中泊
通しながら2週間旅してて、その時はガスバーナー持って、まあ、お湯だけ沸かすってことをしてたんですけど、やっぱり、まあ、2、3分ぐらいでお湯沸くんですけど、それでもやっぱり、なんていうのかな、まあ、窓開けたりとかして、ね、一酸化炭素中毒にならないようにとかね。ただ火を使うってなるとやっぱりこの狭い車内で火を使うっていうのは正直、なかなか抵抗はありますよね。やっぱり何かあった時に、ね、火災に発展する可能性もゼロじゃないので、まあ、僕はアウトドアな人間なんで対応できるんですけど、あんまりそういう人じゃないからしたら安全に、ね、お湯を沸かせるってやっぱり素晴らしいことですから、ね、そういう風に思っております。お湯が沸きましたね。さあ時間はよいしょ15分。まあまあ時間かかったね。もう水が冷たいっていうのもあるんだけど、冬だからまあ仕方ないよ。家庭用コンセントじゃないから。でね、一応こう沸いたら赤色が消えて、でこれじゃあもう一回押すとどうなるかというと、これ強制的にオフになるんですよ。ちゃんとオンに達したらオフになります。なのでこれは非常に安心ですね。まあそれにしても15分か。まあいつもはね10分ちょいなんですけど、まあ今日はね水が冷たいんだろうなきっと。まあでも10分から15分ぐらい。なのでまあ700ぐらいのお湯を沸かそうとしたら、まあ当然だから倍かかりますね。この15分のガソリン代っていうのはまあ地味にね、食いますから、なかなか例えば車内を温めてる間にとか、なんかそういう時とか、なんかそういうのあったらまあいいんじゃないでしょうか。まあ、ちょっとこの15分のガソリン代はなかなかあれだけど、まあ、どこに価値を置くかですよ。はい、じゃあ、まあせっかくねお湯を沸かしたから、まあ、お茶でもね飲みますよ、ね、お茶を入れようか。いやーお湯そんなに時間かかるんだな、やっぱ。よいしょ、ほい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 、オッケー。うわちょっと変なやり方しちゃったから、まあまぶしてる。じゃあお湯沸きました。で一応これね、ここストッパーがあるんですよね。これはメインですね、やけどしないようにね、これメインですね。はい、じゃあお湯を入れましょうか。湯気立ってるの分かるかな。ちゃんとね、ちゃんと適温ですよ。なんかカップラーメンとか正直満足しないかもしれないです、普通の人だと。でも猫舌な人だったらちょうどいいじゃないですか、85度。カップ麺とかでも、例えばお湯に何分だったかな、20分近くだったっけな、あお湯じゃないや、水で20分近く浸したら普通に食べれるらしいですね、災害の時とかで。ちょうどいい湯加減、ちょうどいいです。あ飲み野菜、これ多分激アツだったら逆に辛いじゃんね。あちなみにこれセリアで売ってた100円のタンブラーです。これ便利だね。で僕個人的にコーラペプシ好きなんで、いや美味しいわ。ギリ飲みやすい。でも猫舌の人だったらちょっとまだあーってなるかもしれない。まあね、確かに普通にお湯を沸かすっていう風になると人によっては少しこう不便に感じるかもしれないです。ただまあ火を使わずに安全にお湯を沸かせるっていう意味ではこれは非常に有能だと思ってます。だからこれはね、あると非常に便利です。はい。まあこれは使う用途はちょっと一人それぞれかもしれないけど、僕はこれはね持ってるといつも安心。
安心ですね。これ、今回私は車内でも使える、車でも使える災害用品の一つとしてのご提案の紹介でございました。